IBM 1401データプロセッシングシステム、左から1402カードリーダー、パンチ、1401処理装置、1403、プリンター IBM 1400シリーズは IBM が1960年代初頭に販売した第二世代の中規模商用銃、新コンピュータである。このコンピュータは IBM 407のような作表機に代わるものとして提供された。 1400シリーズのマシンは、ワードマークと呼ばれる特殊なビットで区切られた、可変調の文字列として、磁気コアメモリに情報を格納し、左側にはワードマーク、右側にはレコードマークと呼ばれる特殊なビットで区切られていた。演算は一桁ずつ実行された。入出力には、パンチカード、磁気テープ、高速ラインプリンタなどに対応していた。ディスクストレージも用意されていた。 このシリーズの多くのメンバーは独立したシステムとして、あるいは IBM のパンチカード装置の拡張装置として、あるいは他のコンピュータシステムの補助装置として使用できた。ただし、特定の用途を目的としたものや独立したシステムとしてしか経済的ではないものもあった。日本では特に IBM1440 が電子計算機の輸入制限時代に日本 IBM により、 国産化されて日本でも多量に利用された。1959年10月5日に発表された IBM 1401は IBM 1400シリーズの最初のメンバーであった。これは1万台以上のユニットを展開した最初のコンピュータであった。IBM 1410も同様の設計であるがアドレス空間が大きくなっている。IBM 1460は 論理的には1万6000文字のメモリを備え、2倍の速度を持っていたフルオプションの1401だが、物理的には同じではなかった。IBM-1240 は、磁気インク文字認識をサポートする1440システムと同等の銀行システムであった。IBM-710 は、論理的には1410で、物理的には同じではなかったが、2倍の速さであった。 1400シリーズのメンバーには次のようなものがある。1400シリーズで使用されている周辺機器。IBM は1401と互換性のあるいくつかのモデルを提供した。ハネウェルのハネウェル200はアーキテクチャの類似性とソフトウェアサポートの組み合わせにより1401とほぼ互換性を提供した。1400シリーズでは コアストレージの中のアドレス指定可能な最小単位を文字と呼ばれた。1400は BA8421 と呼ばれる6ビットにまたがる日地下重心数形式で A 数字を内部に格納する。文字がオペコードまたはフィールドの最初の文字である場合、ワードマークと呼ばれる別のビットが含まれる。また C と呼ばれる奇数パリティビットも含まれていた。 三術演算は、奇数が10で、1の1が、行為アドレスで、最上位の重心数の桁が、複数桁のフィールドの定位アドレス端にあるため、ビッグエンディアンスタイルになる。これは、オペランドのアクセスのためのアドレス計算と、三術命令の様々なオペランドの両方に、関係している。オペランドを指定する、命令内のアドレスフィールドが、固定帳であるのに対し、 算術命令の数値オペランドは任意の長さである。ワードマークアプローチにより、1410はフィールドの両端にアクセスできるため、最も効率的なアクセスを選択できる。このようにして、高級プログラミング言語のコンパイラは、例えば、加算命令、減算命令、または乗算命令のために、オペランドアドレスの初期増分を処理する必要がある。 1400シリーズのプログラミング言語には、シンボリックプログラミングシステム、オートコダー、コボル、フォートラン、レポートプログラムジェネレーター、およびファール語が含まれていた。また IBM のユーザー団体のシェアなどの登録ソフトウェアを IBM が配布するものもあった。IBM1400 シリーズは1970年代には販売中をされて、注意機種は、 IBM システム360の回帰種に移行していく。システム360のモデル32はオプションで IBM1401 のエミュレーターが付けることができて、これを利用したユーザーも多い。回帰種はシステム3、システム32、システム34、システム36、システム 38AS。 4 0 0などのローエンドマシンに置き換えられた。1400シリーズは1970年代初頭に正式に撤退したが、1400シリーズの周辺機器の一部は依然として第三世代のシステムで販売されていた。シリーズで初めて1959年に発売されたもので磁気テープを主要媒体とするシステムであった。次のような装置から構成されている。米国では、 IBM 1400シリーズの中でも最も多く使われた。大企業ではこれを支店などでの入出力として使い、本社などでの IBM 7000で使用計算をするという例も多かった。米国カリフォルニア州のコンピューター歴史博物館に実物モデルが稼働している。1960年に発表されて、 IBM 1401よりアドレス空間を増やして5文字までとしてメモリーを8万英数文字まで扱えるようにしている。次のような装置から構成されている。1964年には東京オリンピックにてオリンピック史上初のオンラインシステムが実現したが、これは IBM 1410-IBM 1440コンビネーションのデュアルシステムと IBM 1050データ通信システムが使用された。翌1965年には日本初の銀行オンラインシステムが三井銀行で実現したが、これは日本 IBM が東京オリンピックから転用した IBM 1410-IBM 1440コンビネーションのデュアルシステムを中央に置き、60視点に配置された IBM 1060銀行専用端末とを結んだ。 構成であった。1962年に発表された磁気ディスクを主要媒体とするシステムで、磁気コアメモリーの記憶容量は最高1万6000英数字文字まで、次のような装置から構成されている。IBM1440 は電子計算機の輸入制限時代に日本 IBM により国産化されて日本でも多量に利用された。ありがとうございます。